映画館では今日も新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ超人シネマンディアス歌丸が今立ち上がる。その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cineman Diaz review about?さあ、ここから11時直前までは映画評のコーナー、週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画コーナーです。今夜扱うのは先週ムービーガチャマシンを回して決まったこの映画、青天の霹靂。落ち込められてた気持ちが。作家、俳優としても活躍する人気芸人、劇団ひとりが自身の小説を自らの手で実写映画化。初監督ですよね。40年前にタイムスリップした売れないマジシャンが、同じマジシャンだった若き父とコンビを組み、自身の出生の秘密に触れていく様子を描く。主人公を演じるのは大泉洋、その両親を演じるのは柴咲コウと劇団ひとりということでございます。先週これあれでしたね。リスナーメールでいただいたわけですね。それが当たった。あとまあ僕の周囲でも例えば、ハシピーなんかもすごいいいですよなんて言って、非常に良い評判も聞いてたのでね。青天の霹靂で言ってみました。でまあこれも見ましたよというね、リスナーの皆様、ウォッチメンからの感謝報告メールでいただいておりますが、ありがとうございます。メールの量はまあ普通ということで、結構大ヒットしてるみたいですけどね。まあこの番組的には量は普通。ただ概ね好評でございます。言いたいことがないわけではないが、とにかく泣けた。序盤主人公のどん底描写がビシビシきた。これがデビュー作だなんてすごい。他の芸人さん監督よりも1枚も2枚も2枚も上手などの、好意的な意見が非常に目立ちました。かたや否定的な意見としては、ストーリーに予告編以上のものがなく薄い、わざわざタイムスリップものにした意味が感じられない、後半泣かせようとしすぎ冷めたなど、ともあれ劇団ひとり監督の自作はぜひ見てみたいという興味を持つ声は多かったということでございます。監督としての手腕に関しては非常に評価高かったという方でしょうか。代表的なご評価しましょう。ラジオネームアタルマンさん、この方ちょっと、ダメだったという方からね、ちょっと評価しますね。青天の霹靂ウォッチしてきました。せっかくのタイムスリップ設定なのに、物の値段が安いしか時代描写がないことにびっくりしました。父親との和解と母親の人物像を知るなら、別にこれ現代でもできたんじゃないですかね。歴代の芸人監督が語りすぎで散っていったのに対して、こちら前編通して説明不足すぎて、監督本人は語らない美学のつもりなのでしょうが、感情移入に必要なプロセスすらも奪っていると感じました、というアタルマンさんのご意見でございます。一方良かったという方のご意見、ラジオネーム手を変え品を変える手品師さん、大阪府在住26歳男性。僕は路地裏の小さなバーで毎晩マジックを披露するマジシャンをしています。これ主人公と同じね、マジックバーで働いていらっしゃる。青天の霹靂は公開初日に何の予備知識もなく見に行ったのですが、主人公の春男と似たような境遇でびっくりしました。汚い部屋にマジック関連書籍と道具、 AV が転がっているシーンはまるで自分の部屋を見ているようで、自分より年上の春男から人生のネタバレを食らったような気分です。人生のネタバレって何か見せてと言われて、その場にあるものでマジック見せたら微妙なリアクションをされたり、飯を食いながらテレビを見てたらマジックが始まって、自分もおもむろに一人でスプーン曲げをしたり、はあ、マジシャンあるある的な描写も的確で、ああそうなんだ、へえ、ここまで感情移入できた映画初めてです、へえ、春男もきっと昼間は暇で朝割りの風俗とか言ってるはず。自分を逆にキャラクターに投影っていう。大泉洋さんのマジックも素晴らしかったですね。雑誌のインタビューでは、紙スケジュールの中3ヶ月で練習したと答えておられましたが、その注釈がなくても立派な演技でした。オープニングのシャッフルしながら目的のカードを多様な方法で出現させるマジックはノーカットで捉えたそうですが、さまざまな技法が要求されるため難易度は高く、役者さんの目に見える努力と結果というのはそれだけで賞賛に値すると思います。特筆すべきはクライマックスで演じられる紙の花を使ったフローティングローズ、というね、手品の演技。多くのマジシャンによりさまざまな演出で演じられるマジックですが、そのマジックを演じる必然性を生み出せる映画ならではの演出で、劇中で紙の花が出てきた時点でのワクワク感、これだからマジシャンの方ならではかもね、やるんだあれっていう、実際に演じられた時のキター感はすごかったです。劇団ひとりさんがこのマジックを実際にご覧になって、青天の霹靂を書いた後を語ってるだけあって、見事な映像でした。映画全体としてもよくできていたと思います。劇中で中国人とインド人という設定でマジックをしたら客が大受けしていたように、マジックとは演出足すトリックからなるもので、つまりトリックだけで成り立つものではないと、ね、口は3つあるよなんて言いましたね、話が出てきましたけど、この作品もタイムスリップという設定だけに終わらず、きちんと描きぶくものが描かれていましたという、実際に手品をやられているプロのマジシャンの方からのご意見でございました。ありがとうございます。はい、ということで私も青天の霹靂、今週、バルト9と東宝シネマズ日本橋2回見てまいりました。劇団ひとりさんね、
説明いらないですね。僕もまあ普通にゴッドタンとか見てゲラゲラやってる口なので、はい、もう説明いらないでしょ。とにかくその、劇団ひとりさんの、原作脚本出演、そして初監督ということでございます。まあ、ちなみに、劇団ひとりさんの、映画化、小説の映画化といえば、一作目のあの、影日向に咲くという作品がね、映画化されております、2008年にね。で、その、影日向に咲くの方のプロデューサーでもあった川村元気さん。まあ、川村元気さんといえば、まあ、この番組で扱っただけでもですね、デトロイトメタルシティ、悪人、モテキ、宇宙兄弟、そして狼子供の雨と雪、ね。まあ、あとは例えば中島哲也さんのね、告白なんかもやってらっしゃいますけど、とにかく、今の日本映画で一番目立つというか、文字通り一番こう、名前通り元気なプロデューサーというかね、日本を代表する、今プロデューサーになっていると思います。その川村元気さんが、影日向に咲くプロデュースした時に、これを劇団一人本人が、自分で監督してたらどうなっていただろうかなと、想像してみたというふうに公式ホームページにね、その発言が載っておりまして、で、その川村さんがね、その考えたその劇団一人ならなんかやってくれるんじゃないかっていう期待感は、これさすがっていうか、その狙い目さすがっていうか、やっぱこう僕も含めて世間的に確かに劇団一人さんなら他のなんか芸人監督出身のね、監督さん、映画監督、芸人さんの出身の映画監督さんとは違う、なんかこうちょっと知的なアプローチみたいなのも含めて、なんか違う、ちょっとこうレベルが高いものが期待できるんじゃないか。もうだからそのみんなも納得できる狙いどころの中で、これやっぱさすがだなと思いますね、僕ね、川村元気さんね。で、まさにそれが当たってるわけですからね、お客さんも入ってますし。で、で、まあさっさとまあ今回もう映画本編の話に行っちゃいますけど、まずそのファーストショットから、いきなり映画が始まって最初のショットからいきなり、あ、なんか劇団一人だったら結構いい映画撮るかもしんないっていうその期待が、あ、本当かも、本当だったかもっていうのがね、結構なった。やっぱ確かにね、はい、まあ、主演の大泉洋さんがですね、まあ、カードマジックを、まあ、自分ご自分で見せながら、先ほどのメールにありましたけど、見せながら、まあ、主人公春尾の人生観的なものをそのトランプのカードになぞらえて話していくというシーンなんですけど、まあ、ずっとこうねカードマジックをこうワンショットでやって、一瞬カメラが引いてそこは、まあ、どうもマジックバーで、で、まあ、大泉洋さんはそこの、まあ、バーテンでマジシャンでバーテンで、でさっきからずっとまあ一人でこうブツ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 喋ってるそのモノローグは、あ、客が酔って潰れているから勝手に独り言しているんだというような状況を一旦見せて、またカメラが寄ってって、主人公がひたすらこう自己卑下的な、人生観を語っていく。で、最後にこう、まあ僕の場合カードで言えばこれですけどねっていう、オチにまで持っていく。そこまでをこうワンカットでカットを割らずにずっと見せ切ると。で、まずここ、ワンカットなおかげでですね、まあ、先ほどね、メールにもあった通りですよ。大泉洋さんが実際にやってるそのカードマジックの腕が本物であることにちゃんと、要は手品を見てって、ちゃんと観客として驚かされるわけですよ。大泉洋本当にやってる。すごい。インタビューによれば、まあ、そのね、練習もさることながら、あのワンショット86テイク撮ったらしいですけどね。っていうことらしいですけど。まあ、つまりここはですね、ワンカットでカットを割らない意味がちゃんとあるし、手品っていうものを映画というメディアで見せる際の戦略っていうものがちゃんとある。これ、この番組で扱った中でいうと、昔ケチョンケチョン元気なしたね、アメリカ映画があれ、幻影師アイゼンハイムっていうね、やはり手品師を扱った映画、あの中でその映画の中で手品を見せるっていうのは戦略なしにやると映画の中だから何でもありだろうっていう風に見えちゃって何にも面白くないんだよっていう、ことを言いましたけど、幻影師アイゼンハイムあたりとは違い、ちゃんと映画の中で手品を見せるならこうだっていう戦略がちゃんとある。主人公は、まあ、そのまま手品あるよ、これやるんですけど、それがね、割とどれもテーブルマジック的なものっていうか、割と生身感がある、マジックが選ばれてるんですよ。つまり映画で見せるなら映画ならだからどうでもなるでしょと思われないタイプの技をちゃんとチョイスしてるということですね。このあたり非常にクレバーだと思いますし、もちろんその前提として、まあ、特にやっぱ大泉洋さんですね。恐るべきその、器用さというか習熟度というかですね、もう最初から手品できる人にしか見えないですよね。見事なもんだと思います。まあ、大泉洋さん自体のその俳優さんとしての資質も、まあ、コミカルな方にもシリアスな方にもどっちも自然に触れられるっていう、僕今回やっぱ改めてこの人は俳優としてすげえ大物になってくだろうなっていう、だからその意味では清須会議ね、三谷さん全体としては僕苦言を呈しましたけど、秀吉っていうそのキャスティングはね、この人多分大物になるなっていう感じを予感させるキャスティングっていうのもドンピシャっていうことですね。大泉さんはやっぱすごいなと思いました。でですね、
まあ、今その冒頭のシーンの話してますけど、今回のその青天の霹靂前編にわたってですね、そのカットを割らずに、ワンショットで見せるってことのこだわりがね結構随所に見えるというのが特徴かなと思います。例えばですね、非常にわかりやすいところで言うと、まあ、主人公が、まあ、タイムスリップものなんですね。主人公が、この現代から過去、まあ、1973年昭和48年にタイムスリップすると。で、それにこう、まあ、気づいて、街中に出るところで、最初小さな通りにいる。で、そこから路地をぐーっと、この路地がまた結構なね、距離があるように見えるんですけど、その路地を走って抜けて、バーッと出ると駅前のバーッと大通りになって、こうぐーっとカメラがクレーンで上に登っていくという。これもワンショットで見せるんですけど、これおそらくはまあ、バックトゥーザフューチャーで、主人公のマーティが50年代の街に戻っちゃい、初めて入っていくところとの見せ方っていうのをまあ、参考にしてるんだと思うんですけど、非常にこう、こういう場面の見せ方として非常にこう、正しいというか、正確というか、的確な、ワンカットでちゃんと要するに一続きの空間だなって見せる。どんどん空間が広がっていく。最初は、あれ？周りがおかしい。最初は周りがちょっとおかしいと思う。ここもおかしい、ここもおかしい、ここもおかしい。全部がおかしいっていう、その空間が広がって世界全体が、ああ、本当にここは変わっちゃってるんだっていう。本当にそこを、世界全体がそうなっちゃってる感じに見せるという、感じがちゃんとワンカットである必然がちゃんと出てるし、実際、ここやっぱ見てて、その日本映画のね、そのバジェットがそんなに、ハリウッドみたいにあるわけじゃないって、まあ、観客もある程度はそのさ、ハードルを低く設定して見てると、すげえなこれ全部ちゃんと作ってんのかみたいな。美術とかそのオープンセットに感嘆してしまいますね、結構。よく作ったな、これっていう。今回はですね、はっきり言うと、美術の、杉本亮さん、美術のね、杉本亮さんというね、この方、種田洋平さんに支持された方、まあ、悪人とか許されざる者とか、やってる方ですけど、杉本亮さん、この美術と、あと撮影の山田康介さん、まあ、神様のカルテとかやってます。まあ、木村大作さんにね、支持された方ということで、この二方のね、力が、功績がすごく大きいというふうに思います、青天の霹靂。なので、監督第一作目で、例えばそのさっき言った、こんなでっかいオープンセットね、セットちゃんと組んでやるって、確かに映画としてここは素晴らしいところなんですけど、これはやっぱり、ちょっとありえないぐらい恵まれてるよねっていうか、うん、まあそれ、まあそれをやれる立場にね、ギター一人さんが自己分を持ってかれたというのはもちろん前提としてもですね、これ、監督一作目でできる人はなかなかやらせてもらえる人は日本映画いないよねっていう、入江さんが聞いたらすごく泣いて悔しがるというようなね、感じじゃないかと思いますけど、美術のパワーといえばですね、あと、例えばですね、劇場ありますね。雷門ホールってのが出てくる。まあ、浅草演芸ホール的な、実際で言うと浅草演芸ホール的なところが出てくる。それをまあ、長野県にある実際の劇場を使ってなんか作り変えて作ったらしいんですけど、まあそこの美術の感じ。例えばそこで、最初はその主人公と若き日の、お父さん。それはまあ、劇団ひとりさんがご自分で演じられてんだけど、主人公と若き日のお父さんが、まあ最初はいがみ合ってたんだけど、コンビとしてだんだんやっていく。で、まあそれが順調に成長していきますよっていうのをまあ、ちょっとモンタージュでね、こういろんな場面ポンポンボンボンってこう見せることで見せて、その最後の場面で成長しました、こう二人は結構いい感じになってますよっていう一連の流れの最後のところで、その手前のところで主人公がたい焼きを買う。で、最初は1個買ったんだけど、いや、もう1個って買っていく。で、その、パッと次のカットが変わると、ホールのその2階のところで、2人でたい焼きを食べながら、今度こういう風にしようかなんて相談をしてると。で、そのホールの2階からぐーっとそのネオンの看板の横をすり抜けて、まあ、その2人が、そのだんだんその番付っていうの、あれなんていうの？あの看板のさ、あれがさ、こう、だんだん上がっていった結果、最後にもう鳥の手前まで来てる。すごくいいとこまで来てますよっていうのを、こう、2階からのぐーっとこう、ショットでこう見せると。で、この美術の力とかもあってですね、これなんか見るとやっぱり誰もがウェルメイド感っていうウェルメイド感っていう感じ、よくできた映画感がするっていう風に感じるショットだと思うんですよね。はい。あとはですね、例えば主人公とそのね、若い日のお父さんがですね、まあ、その柴咲コウさん演じる、まあ、主人公の若き日のお母さんというのがいて、それがまあ要は出産、子供を産むと死んじゃうかもしれないんだ。これいいですね。予告編で言ってるからね。死んじゃうかもしれない。つまりその、主人公を産むと死んじゃうかもしれないんだっていう真相が明らかになって、そこをめぐって口論するところ。で、最終的に主人公が壇上で一人こう、応援するというところまで、ここも長いワンショットで、こう、最初廊下からずっと歩いてるところもずっと長いワンショットで追う。とにかくですね、非常にこう、ワンショットの作り込みとかも含めて、ちゃんこだわりをすごくちゃんとさせる作りが随所に見られる。で、そのによって、あ、なんかすごく、いい映画なのかもって感じがすごくするというかですね、好感が持てる映画なのは間違いないと思うんですよね。もっと適当に作ってる映画いっぱいありますからね。日本映画ね、最近のね。さっきの冒頭の部分ね、導入部に戻ればですね、さっき言ったそのカードマジック、見事なそのワンショットのカードマジックの導入部、
まあ、そこがその主人公の自己紹介に回っていて、でそこから続いて、まずいろいろ一連のシーンがついて、最終的にそのなんで俺なんか生きてるんだというレベルまで、彼のその自己卑下のレベルが進んでしまうまでを一連のそのあれで見せるんです。そこの畳みかけでね、でその序盤の畳みかけでこう、あ、最初のねワンショットで、あ、劇団一人だったらいい映画作るかもっていう予感は本当かも。でその序盤の主人公がどん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 、落ちるところまで落ちていくとか、気分的にね、主観的にですよ、客観的にというよりは彼が主観的に落ちるところまで落ちていく、その畳みかけ描写を見ると、おお、これはきっといい映画に違いない、親指立つ、人は結構多いんじゃないかと思うんですね、特にですね、後輩にバカにされてるのに卑屈に対応してしまう、そしたらその後輩の今度はゲロ始末をしてると、まあ、そのゲロ始末は実際にはあの江本佑さんがねほとんどやってましたけどね、でそこからスーパーでその特売品のホットドッグを買うという、まあ、そのわびしさ描写であったりとか、下宿に帰ってみたら水道管が壊れて水浸しになって、これ皆さんあれ本当、あのさっきのマジシャンの人じゃないですけど、あの2階の古い下宿の2階のその、間に入ってる水道管が割れて部屋の中なのに、あ、水浸しになるってあれ本当にありますから。僕昔昔大学時代に付き合ってた彼女の部屋がああなったことがあって、朝すごいすげえ今日雨降ってんなって、雨うるさーみたいな、すげえ雨降ってんなってパッて見たら、もうドリフのコントみたいにもう部屋中が大雨降ってるっていう、もう笑うしかない不潔な水がブレーって怒って、まあ、あれ本当にあることなんですよね、っていう描写。しかもあのさ、下宿のそのでも水がね落ちる描写なんてすごい手間かかるじゃないですか、あんなのをわざわざちゃんと作ってやる。しかもすごい感心するのは、これは公式ホームページの、プロダクションノートに書いてあったんですけど、あの場面もっと長かったみたいなんですよね。やっぱせっかくそんなね 手間かけて作った場面ですからね、であそこで主人公がわーっつって切れるっていうね、大暴れするっていう場面があったらしいんですけど、感情の流れ的にその、最後に写真を見て、俺なんてなんで生きてるんだってその慟哭する場面のそこが生きないから、そこで大暴れする場面をざっくりカットするという劇団ひとりさんの判断、これものすごい正しいですよね。恐ろしくクレバーだな、非常に正しい、というふうに思います。逆にあの場面はすごく短いことで、この場面にこんな凝った金かかりそうなことやるのかっていうのがむしろ贅沢に見えるという作りになって、でそこから公園に行ってホットドッグ食べようかなと思ったら電話かかってきて、ふっと目覚ました瞬間にホットドッグの中身がポトリと落ちる、そしてそれを、捨てるのかなと思いきや、水道の水でジャブジャブ洗ってる時にお父さんの訃報を聞くという、この畳みかけ、できればあの洗ったやつを食べながら泣いてほしかったっていうか、わかんないですけどね、でも非常に見事なその畳みかけだと思います。要は主人公が、主観的にですよ、心底人生が嫌になってしまうのも主観的には仕方ないなというふうに思わせてくれるような畳みかけになってると。でここに至るまで極力その直接的な説明台詞にはならないように、例えばその主人公が自分の人生の心情を語るときとかもマジックにカードになぞらえてやるとか、あとその自分はそのあんまり親とかに恵まれてないんだってことを話すときもちょっとこう冗談っぽく話すとか、あまり直接的に説明的にならないように気をつけてるのもすごくわかるし、あとその最後に主人公が、まあ、タイムスリップする直前のところで初めて感情をあらわにする、要するに、お父さんのね、亡くなったと思われる、その残したと思われる、写真を見て、自分の写真こんなのなんで大事に持ってるんだと、でそこで初めて感情をあらわにするところまで、なんとここまで5分ぐらいかな、一切音楽流してない、そこで初めて音楽を流すというところも含めて非常に抑制の効いた演出、分かってるなと、さっき言ったカットするその流れとかも非常に分かってる、ということで特にここまではかなりいい線いってる、と思います。しかもまあ全体で、ね、映画全体のランニングタイムが96分というタイトさ、です。原作小説からも非常に大幅にこうシェイプアップして、非常にこう、なんていうかな、映画化するにあたって非常に正解なシェイプアップもしてたりして、はっきり言って今の日本映画の平均的レベルからしたら、結構これ上の方じゃないのっていう風に感じられるぐらい、いい線いってます。いい線いってます。ただこれ二度僕見ましたから。二度見て改めて思ったんですけど、今ここね、ここまでのそのオープニングのタイトルが出るまでの流れ、すごくいいんですけど、ここまでだけでも実は、ああ、ちょっと惜しいなっていうところが、すでにちらほら入ってきてもいるという。つまりですね、こういうことですよ。さっきからウェルメイド感がって言いましたけど、ウェルメイドな方向で、つまり誰もが楽しめる娯楽作という方向で、かなりいい線いってるだけに、惜しさが目立つという。ことですね、なのでトータルで見ると僕はこれ僕ですよ、私個人の感想でございます、7-3で惜しさが 7.5
ていうのが僕の評価バランスですね。はい、実は、ということでここからですね、ちょっとマイナス的なことを言うのが続きますが、本当にこれ、ね、言っときます、大前提として、とにかくかなりいい線いってる。しかも初監督作で、しかもこうね、あの異業種出身でもあるわけですから、そういう風に考えれば全然すごいレベルですということは大前提に、ただあの結構出来もいいし本当に才能あると思うんで、もうなんか異業種出身とか下駄吐かすのは失礼だなっていう風に、なんかガチでここはもっと良くなんじゃねえのってこっちもなんか見ちゃったっていうか、そういうことだと思ってください。僕これから言うことあとですね、これも言っときたい、奥がこういうこと言うと重箱の隅だみたいに言うこと言う人いるんですけど、あのウェルメイドな作りのエンターテイメントは重箱が大事なんです。ディテールドがすごく大事なんで、重箱じゃないんですこれは。はい、てか重箱が大事なんだってことですからですね。はい、ということでですね、僕はあちこちですねネジの締めようがあるところが残っちゃってるなというふうに僕は思ってます。一番表面的なレベルのこと言いますね。これはあくまで表面的なレベルのツッコミ、まあ、タイムスリップものじゃないですか。で、先ほどメールにもありましたけどね、過去に戻りましたっていう時に、まあ大きく言って2種類やっぱタイムスリップものって、わざわざそんな実際にありえない設定を出してくるからには、まあ大きく言って2方向の面白みがあると思うんですよ。両方入ってもいいんですけど、まあカルチャーギャップの面白さですね。まあ現代と過去は違うという、そこで戸惑ったりなんかトラブルが起きたりするカルチャーギャップの面白さ、もう一つはやっぱりタイムパラドックスの面白さでしょうね。これ両方入ってるのがやっぱりバックトゥーザフューチャーってことでしょうけど、でなんだけど今回の青天霹靂に関して言えば、残念ながらどちらもあんまり掘り下げられてはくんないという不満はやっぱり正直ありました。っていうのはやっぱりさっき言った街のその入ってくショットとかが、もうバックトゥザフューチャー風でも何でもいいですけど、とってもよくできてるのでワクワクするわけですよ。おお、こっからこの知らない世界に迷い込んだ主人公がどんな目に遭うんだろう、大してその目には合わないっていうのがね、なんかちょっと僕はあれと思っちゃいました。例えばね、さっき言った雷門ホールね、というね、その架空の浅草演芸ホール風のところっていうのが出てくるんだけど、そこを出すんだったらさ、やっぱりその、もっとボロい現代のところみたいのを最初に見せとくとかしないと、もともとなんかこう、昭和48年の時点で結構古いから、なんかね、とかね。まあ、これは多分予算の関係もあったのかもしれないですけど。はい。とかですね。まあ、主人公がですね、その、ユリゲラーっていうのがこれから来てさ、スプーン曲げが流行るんだ、みたいなこと言うわけです。これはま、ちょっとね、タイムパラドックス要素っぽいことを言うじゃないですか。つまり、主人公は未来人ですから、未来に起こることを知っているという大きなアドバンテージを持って過去にいるわけですよね。まあ、原作を読むと、例えばそれで金儲けしようとかいろんなことをしようとしても、意外と一個人ができることは限られてて、自分はマジックしかないから、じゃあユリゲラーだっていう、まあ一応理屈はついてるんですけど、たださ、まあ、まあこれはどうでもいいツッコミだけど、ユリゲラーはスプーン曲げそのものだけで一世を風靡したわけじゃなくて、あのテレビを通してあなたにもこの超能力がありますよって言ったから社会現象になったんで、ああいう風にさ、スプーンを目の前で曲げたことそのものに、おーみたいに驚くってことはないでしょ。しかも手品だって言ってるんだよ、こっちは。だから、ちょっとそこはなんか非常に納得しづらかったりするんだけど、で、しかもですね、主人公結局その スプーン曲げっていうのを、あの最初の方でしか使わない。別にスプーン曲げで、その過去の世界で成功するわけじゃないので、結局、未来人としての利点は全く活かさないんですよ、この人。バカなんじゃないのってやっぱ思いますよね。もっといろいろあるだろう、なんかマリックさんとかなんとかさみたいなさ、うん、なんかその現代には発明されてる種だけどこの頃はないみたいなものさ、だから全くそこがあの生かされないし、むしろその主人公の行動が不自然に感じるわけですよ。でここで一言入れれば、ユリゲラーのそのスプーン曲げで受けかけた段階で何らかの、あ、歴史にあんまり変えすぎると良くないんだみたいなことを、まあ、主人公が気づくのか、うん、もう一人何か事情を知ってる人を一人入れるのか分かりませんけど、それを一つ入れるだけで納得度が全然変わってくるということだと思うんですよね。はい。あとまあね、主人公がその要はさ、轟春夫ですって名乗ったら、そのあ、お前轟ってことはみたいなの分かっちゃうから知らないですけど、名乗る場面もないとかさ、いきなりペペさんって人しか呼ばれないっていう、まあ、不自然さもあったりするんですけど、はい。でですね、まあそれはまあ非常に表面的な今ツッコミどころでございます。あとですね、まあこことかどうかなと思うのは、作り手の語り手のその視点っていうのが定まんないというかですね、主人公の視点だけに絞ればもっと綺麗になるのになってとこがいっぱいある。例えばですね、冒頭の一連の中流れありましたね。僕すごく褒めましたけど、主人公がどんどん畳み込むように落ち込んでいく。なんだけど、
その中に主人公のその父親、と思われるそのホームレスの死体を警察が調べているっていうシーンが入るわけですよ。これいらないでしょ。ここが入るせいでラストで、まあ、あるオチがつくんですけど、余計なミステリー的重さが出ちゃってるんですよ。俺ラストであるオチがついた時に、え？ってことはあれはなんかその容疑者 X の検診みたいな、そういう方向になんかノイズ的に頭が働いちゃって全然楽しくないっていうか、気持ちよく終わってくんなくて、ね、しかもゲロの始末のシーンからホットドッグを買いますよっていう流れの間に昼間のシーン、つまりその捜査のシーンが一回入っちゃってるので、つまりゲロ始末からホットドッグ買う日は別日にしか見えないんですよね。つまり畳みかけっていう意味でもちょっと実は阻害してるわけですよ。あんまり良くない。ここ別に入れないで主人公と同じく観客も電話で初めてお父さんが亡くなったってことを知るで全然十分でしょ、とかですね。同じように例えば後半、劇団ひとりさん演じるその父親が医者から奥さんの容体の告知を受けるというシーンがありますね、ちなみにそのね、医者が演じてるのは笹野高志さんが医者演じてますけど、主人公はここにいたらお母さん進路分かってんだからもっといい笹野高志の医者じゃこれ危ねえぞとなんか動けみたいなあるから、まあそういや告知を受けるという場面とかも、これもあくまで主人公の視点で、何かあの後親父の様子がおかしくなったんだけど、で口論の場面で初めて知るでいいじゃん。観客も初めて知る。それこそ主人公が何かガラス越しに向こうで話をしているなっていうのを主人公の目線で見るでいいだろうっていうの、つまりある情報、物語的な情報を主人公より観客が先に知っているっていうことの意味があんまりないようなところがちょいちょい出てあるなとかですね、これせっかくシンプルな話なんだから視点も絞った方が絶対にもっと良くなるというね、ことだと思います。その意味ではやっぱりウェルメイドとはちょっと実は言い難いなというふうに思ってます。96分を90分ぐらいにできたんだろうというふうに思いますけどね、余計な視点が入るっていうところもそうなんだけど、ところどころ異常にテンポが悪いっていうのも僕は気になりました。例えば前半、飲み会をね、芸人仲間と飲み会をして神社で、主人公がその柴崎コウを演じる未来の母と二人一気になる。それと知らずにですよ、まだ若い母、お母さんだって知らずにいる。その場面で主人公がそれと知らずに若い気の母に言い寄ってるっていう場面ありますよね。あそこいるか。つまりそういうバックトゥザフューチャー的なね、近親あわや近親相姦みたいな、そういう裏テーマなのって思いきや、そこの話は一切フォローされないわけですよ。つまりこのシーン丸ごとなくても何の問題もないわけです。にもかかわらず、これはワンショットへのこだわりと通じることかもしれないけど、このシーンやたらと会話の間が長いんですよ。でそれこそが劇団ひとりさん的な間って言わればそうかもしれないけど、全体にそういう間を取りすぎてて、そのシーンのテンポが悪くなってるところが非常に多いのは間違いないと思います。でしかもこのシーンそのものがさっき言ったように全くお話の中で不要なので、ただ間延びしてるだけになっちゃってる。しかも何の説明もなくその次のところで楽屋でその服を着る主人公のところに切り替わっちゃうので、一瞬え、ま、やっちゃったのって一瞬混乱する。でしかもそれに関してノーフォロー、というのはあんまりうまい作りじゃないというふうに思いますね。まあでもそんなこんなより一番気になるのはですね、柴崎コウさん演じる若き日のお母さんというキャラクターがあまりにも聖女っていうか、あまりにもただの聖女、綺麗事すぎるっていう部分ですね。まずその場違いすぎる美女がね、そういう演芸ホールにいるような件についてもノーフォロー。これまあ影ひなたに作にも似たようなキャラクター出てきましたけど、ここでその風間森を演じる支配人、まあ風間森をってキャスティングは偉人たちの夏オマージュなのかもしれませんけども、浅草でねなんとかでって、まあ彼も演芸ホール出てきたけど、そこでさ支配人がまあ吐きだめに鶴だよなとかさ、あの元はお嬢さんなのになんであんな男がいいのかね、でそのこのなんかそういうようなセリフがやっぱそこは説明一つあってもいいんじゃないかとかさ、でその柴崎コウが見た目ピカピカの美女のまんまね、っていうのもどんだかなって思うけど、役柄的にもほとんどこう記号的な聖女になっちゃってると本当問題で、例えばですね、まあこれは僕提案ですけど、ああいうさその何の仕事してんだか分かんないけどじゃなくて、職業的にはストリッパーなんだけどとか、でそれ上主人公はどうせアバズレだったんだろうみたいな偏見を抱いてるんだけどみたいなことの方が、その髪の花の美とかさ、影日向に咲くっていうひとりさん的な作品テーマがより際立ったんじゃないか。とにかく彼女は綺麗事すぎる、でこのお母さんはその主人公を産んで死んじゃうっていう、でそれを主人公は知ってるわけだけど、彼女は産む気だからっていうね、その間接的な情報だけで主人公が直接彼女を止めたり、説得するあたり、まあ、これ逆に言えば彼女から説得され返すくだりでもいいんだけどっていうのがないために、例えば病室で二人きりになるシーンありますよね、大事なシーン、あそこでそういう話をすることだってできるはずなのに、ちょっとでもそういうのしないから、僕を産むため死んでくれてありがとうっていう方向に割と早い段階で突き進んじゃってる人に見えるわけですよ。ちなみにその病室のくだりね、
その何かこう感動的なことを語り出す瞬間、生きる意味ですって言った瞬間に音楽がかかり出す、明かりがこう外が天気がバーッと明るくなる、で2人しておいおい泣くっていう、なんかここだけはものすごいくどい演出になっちゃってて、ここは2人同時に泣かなくても、例えば柴咲コウは泣いてなくて、なんで泣くのよ、私まで泣けてきちゃうじゃない、こんぐらいのバランスにしとくとかさ、そうしないとさっき言った美談としての死みたいな嫌な感じが強調されちゃうと思うんですよね、されちゃってると思う現状。でまあ、クライマックスがね、主人公の誕生日でっていうのはまあわかるんだけど、これ本作に限らず、いわゆるタイムパラドックスものに多いです。生まれた瞬間になんとか、ね、自分が生まれた瞬間にっていうけど、これ映画の落ち度じゃないです。僕の言いがかりですけど、生まれた瞬間ってさ、あそこから出た瞬間なの肉体の門を出た瞬間が生まれた瞬間そこってそんな大事胎児もう生きてるんですけど、法律的に言ってもみたいな、うん、まあそういうツッコミとかあるんだけど、でさ、そのまあいずれにせよ、そのオーディションね、まあオーディションの出し物が変わってるじゃないかとかあるけど、なんかそのここら辺の流れも含めて、後半に行くにつれてどんどん、お話のネジが緩んでいくという感じはちょっと僕否めなかったなと思います。少なくともさ、あの親父にかける言葉はさ、あんな綺麗な言葉じゃないよね。お前のついた嘘のせいで人生台無しになるから、その子供、その嘘はやめろ、感謝は しているがそのあの嘘はやめさせた方がいいでしょ。だってだからなんかそういうところもなんかね、ロジック的に納得できないとか多いんですよ、ウェルメイドだ、まあ、作りの割には。ということでね、さっきも言ったようにですね、まあ、第1回の監督、ね、しかも異様種にしてはという下駄を履かせなければ、僕はもうこれ失礼なレベルでうまいと思いますんで、そういう下駄を履かせなければ、皆さんが言う、褒めてる人が言うよりは、僕はやっぱまだまだなところが目立つ作品だなというふうに僕は思いました。で、しかもそれは劇団ひとりさん、そんなことはもう分かってると思います、そんなことは。はい。ね、コメディアンがさ、コメディアン出身の方が、脚本監督出演ってね、兼ねるなんて意味では、これ例えばウディ・アレンと同じ土俵になってるわけですよ。劇団ひとりさんは。で、やっぱ同じ時に、僕、ブルージャスミンかかってる時に、やっぱ同じ青も入ってますし、僕、絶対にやっぱ、青天の霹靂の方を見ろとは言えないです、やっぱし。うん、ということなので、でも同じ土俵に立ってるっていうところまでは来てると思いますんで、何しろどこが良かったって言ったら、話運びとかじゃなくて、演出なんですよ。演出がいいんですよ。なので、どんどん良くなってく、伸びしろははっきりあると思いますし、基本的にはすごくその映画というものを撮るにあたって戦略もあるし、クレバーだし、分かってる、人だなというふうに思いました。僕すごく、そこは本当感心しました。芸人出身監督さんいろいろいらっしゃいますけど、そうですね、結構達者だっていうふうに僕も思ってる品川さんよりもうまいと思います。はい。なので次回作が非常に楽しみだというふうなのもわかりますし、僕がいろいろケチつけたのは多分僕がですね、さっきの射撃場のね、剣ですけど、非常に拳銃はうまいんですけど、全部がその人質の方に当たっているというタイプの人間で、人間的に問題があるというね、こちらの方が問題だと思いますので、気にせずぜひぜひね、リアルタイムの劇場でウォッチしていただきたいと思います。来週扱う作品を決めるムービーガチャ CM の後。